池玉蘭は、江戸時代中期の文人画家、歌人、諸家。縄町、別号は、昌風、夕みやび、失号は、くず単位、街道家、法名は、法ほ丸玉蘭神女。旧姓の徳山玉蘭の名でも知られる。池大河の妻で、夫同様に様々な逸話が残る。ボタンに竹津京都祇園の茶屋。 松屋の女亭主のユリと旗本の徳山義恵との間に生まれる。玉蘭は幼児から茶屋の常連客だった柳沢紀縁に絵を学び、彼の別号である玉葛から一時取った玉蘭の号を授けられた。弟子の一人の池大河を彼女に紹介したのも紀縁だった。玉蘭の夫の大河は南画の画風を彼女に教えた。また、夫婦共に和歌を、 芸生家より学んだ。玉蘭による秋の歌に主玉蘭と大河は互いに影響を及ぼし合って一緒に芸術を作り出した。女性が依然として男性より劣っていると広く考えられていた当時の日本ではこれは非常に珍しいことだった。玉蘭は当時の既婚女性では一般的だった引き眉をしていないことが注目される。大河は生前自分の死後に 彼女が困窮することがないように図書画を数多く制作しており、そのため安永5年に夫が没した後も玉蘭は不自由することなく生活を送った。彼女はその8年後の天命4年9月28日に病没した。なお玉蘭は大河の葬られた上皇寺ではなく母のゆりが眠る今回光明寺の達中西雲院に埋葬されたが、 その理由については不詳である。集計算水洗面図フィラデルフィア美術館長、アンダーノンコートによれば、18世紀の日本の女性が画家であることは非常に稀だった。玉蘭と夫の大河は作品を作り、金をかけずに生活し、時には作品の合作に専念した。彼女は京都の祇音社の隣の小さな小屋で大河と一緒に住んでいた。玉蘭は、 屏風絵や襖絵、巻物、掛け軸、扇絵などを描いた。祖母の家事子コ、母の百合、町の三人で、祇園三女として知られ、明治四十三年、三人の歌が、祇園三女歌集として出版された。時代祭の江戸時代夫人列には、祖母の家事子コと共に登場する。大河夫妻の有名な逸話に、大河が何倍出かけた際に筆を忘れていったのを、 玉蘭が見つけるとこれを持って走り、県人寺の前で追いついて、渡すことができたが、大河は筆を押しいただくと、いずこの人ぞ、よく十飛九は西と答えて別れ、彼女も何も発言することなく帰宅した、というものがある。玉蘭は栄誉や地獄をものともしない、大河の行いにつき従い、彼が三弦を演奏して歌えば彼女はそうを弾いて、歌った。二人で一日中死獄に向き合い、 音楽や酒を楽しみ、釜や古式が誇りを被っても落ち着いており、その様は五感の両白乱の妻、もう光に例えられた。夫婦ともに欲の少ない性格で他人から謝礼金を受け取っても紙包みを開かぬまま、くずかごに入れておき、必要な時にそこから取り出して用いていたという。また、大河の家に宿泊し、 その晩に赤で汚れた貝の剣布団を提供された客人が夫妻の部屋を見てみると、大河は猛戦にくるまり、玉蘭は保護士の中で眠っていたとも伝わる。和歌を学ぶために夫と共に初めて冷泉家に参上した際、場所柄から同家の女房らは玉蘭という名の美しさからどのような婦人だろうかと待っていたところに糊の強い木綿の着物を着て、 陸を下げた、裸足のお腹目のような姿をした玉蘭が現れたため、人々は大いに驚いたという話も伝わる。大阪文人の木村健阿堂は、13歳の時の肝炎元年に大河と面会したことを後に、回想しているが、玉蘭については、年の頃22、3歳にして、顔は丸顔の、さして美しというほどにもあらねど、 人並み優れたる面色どことなく下高きところありて、さすがは、百合の娘と思われるばかりなりし、高年玉乱女子と、その名天下に高く聞こえ、大河堂と共に人に称せられるようになりたるは、珍しきことというべしと振り返っている。ありがとうございます。